お出かけ好きの家族が運営するスタジオ三村が、今回は御殿場にある予約がなかなか取れないメゾン系と御殿場アウトレットへ行ってきました。その様子をお届けします。まずは足利のサービスエリアへ寄り道しました。御殿場インターを出て5分ほどのところにメゾン K があります。この動画は2月に撮影したもので、ちょうど1周年を迎えられたところでした。メゾン K はフランスミシュランでアジア人初の三つ星シェフ小林圭さんと老舗和菓子店トライがコラボしたフレンチレストランです。個室であれば1歳の息子も一緒に食事をすることができました。ただ個室料は別途5000円になります。まずはアミューズです。24ヶ月熟成されたフランス産チーズを練り込んだグジェールです。季節のサラダです。その日の野菜を30種類前後盛り込んだ野菜たっぷりのサラダで、食べるときはよく混ぜてくださいとのことでした。白い泡はレモン風味で、トマトソースなど4種類が混ざって、一口ごとに違う味に変化し、食感も異なります。続いてじゃがいもを使ったパスタ、ニョッキです。北海道産北あかりとインカの目覚めの2種類を使用されています。パルメザンチーズのソースと御殿場の渡辺ハム工房さんの生ハムが乗せられています。続いて富士の鶏の胸肉を炭火焼きにされたお料理です。ふっくらジューシーに仕上げられています。黄色いソースはマスタードを使ったディアブルソース、右下には香草のクレソン、柚子胡椒、西洋わさび、最後に
鶏のお出汁のソースをかけていただきます。付け合わせは平茸の唐揚げとほうれん草のソテーでした。次にメジマグロを使ったお魚のお料理で、こちらも竹炭のパン粉が周りにかけられています。オレンジ色はヒペラードソースで、パプリカや玉ねぎ、トマトなどを使用されています。付け合わせは水かけ菜が散りばめられていました。最後はフランスのクラシックなデザート、バシュランです。焼いたメレンゲの下に柚子のアイスクリーム、周りにはモンブランに見立てたあんこのクリーム、ソースはとらやのあんこと黒糖のソースでした。なかなか予約が取れませんが、味はもちろん、お店の方のホスピタリティも素晴らしく、絶対にまた伺いたいお店です。食事の後は御殿場アウトレットへ行きました。アウトレットの詳細につきましては別で動画を出していますので、気になられた方はそちらをご覧ください。Your love.